不老人帳とは、日本の律令制において、本願を不法に離脱している人々を、所在地において、不老人として、掌握、登録するために作成した帳簿。類寿三大閣に、初州の延略16年8月3日付の、大乗官府が書室であるが、これは、不老帳というごの書室であり、同様の趣旨の命令は80年以上前の令記元年に、 東流3ヶ月以上の不老人に対して、本籍地に加えて、現地でも用途蝶を収めさせることを命じており、その頃から不老人の把握のための帳簿作成が実施されていたと考えられている。養老5年には、本人の希望により、本籍地か現地のどちらかの戸籍に付し、どちらかで用途蝶を収めさせることしたが、天平8年には再び、 本籍地に帰還しようとしない者は、現地で名簿を作成して、現地の国軍士が把握し、本籍地と共に、そちらでも、用途蝶を全能させることとした。この時期には、不老人帳という名称がなかったとしても、それに相当する者は存在していたと考えられる。元来、律療法では、不老人は本願に相関するか、全後逃亡の場合は3年。 ヨ口の場合は6年経ったら、現地の戸籍に編入する方針が取られていたが、この方針が修正されて、6年を経ても不老人を、現地で別途掌握して、家役を確実に徴収する方針に変化していった、ことを示している。実際、焦燥院文書の支配に現存している、人気3年、天平5年の景気傾調では、18年、内視25年間の逃亡記載が見られる。 当然のことながら、これを本来の方式に戻そうとする動きもあり、前述の養老五年や法規十一年には、奴隷の規定に戻ったが、延暦四年には再び、偏譜の格を止め、天平八年二月二十一価格によると、不老認証方式となった。前述の延暦十六年の大乗官府は、諸国の国士や軍事に対して、毎年の不老認証の作成を命じたものであり、これは、 本来、海域を忌避する非合法的存在である、不老人の現状を肯定、違法性を問わない代わりに、伊佐を、長を確実に治めさせること、同時に、行進、貴族、自社などの省縁に寄住する、不老人が、主人の後ろ盾によって伊佐を、長を免れる事態を防止しようとしたためであったと考えられている。天平六年出雲国警会長には、正月七日の移り一日に、 不老人情、7月5日の移りに道に、不老人物部主席足シ法正さ総来場と見え、養老五年格の今年過ちを食い返らんと欲する者あらば、本土に低層の様子が伺える。伊勢国系会長にも、政党と海国不老人中終わり国来支ペン、小一氏霊政党と海国不老人使い伊賀国有長一氏とあり、 この時期のものと考えられるの牧書に見える。政治要略には、オートバリの枝分として、不老人帳、町長の枝分として、不老帳が載せられている。前述の天表八年格によろしく偏付を止めて、直ちに名簿に六紙あるものと、霊気安年格に、国、軍、生命を記し、長子につけて申し遅れとあるものにあたろう。不老人の名簿と不老人の負担に関する帳簿が、 別個に存在したと見られている。平安時代中期に、高知公民性が崩壊して、現地住民、不老人を問わず、現実に現地に住む人を把握する方針へと転換していくと、不老人のために特別な帳簿を作る必要性が薄れていったと見られている。演技式主形上に、大見、張馬、キーの不老人の徴用の規定が依存している。ありがとうございます。